つがいがいますよ。ほら、オスとメスが、オスがね、メスの方にこうギューって抱いてずっと離さないんですよ。そして卵を産む感じです。なんかアメンボの数キモくないですか。なんでこんなアメンボいんの。また山赤ガエル的なものが死んでおります。力尽きたんでしょうかね。お父さん、お母さん、そしてみんなありがとう。今年初のシュレだ。みんな見てくれ、今年初のシュレだ。みんなありがとう、本当にありがとう。みんな、みんな愛してる。ありがとうシュレ。これはまた可愛らしいツチガエルだことって思ったらアマガエルでしたね。普通に、いや、思ったよりシュレいましたね。アマだ。いや、こんなシュレいるとは思ってなかったな。ガチで嬉しい。今3匹ですね。行くぞ。なんだ、多分山かだと思うけど、だいたい山か。あそこら辺もだいたい泳いでるのが山だから、俺ここ取れないんだよね、今両手下がってるから。あ、山かっぽいな。うるせえ、うるせえ。まさかのね、こんなシュレが3匹も。お、いました、シュレ。やったシュレって結構ね、陸地好きそうですね。意外とそんなことないと思ってたけど、てかだからと思っていると思ったんですけど、アマガエルしか出てきませんね。この何なんでしょうか、シュレの発生の法則はなかなか読めない。今回ね、シュレ 4,5 匹取れましたね。なんかアマガエルが交尾してますね。ちょっとね、この多分ね、この黒い子は結構ね、癖ありっていうか結構難しいかもしれないですね。まあシュレギルマッサーに任せとけ。とりあえずこういう虫かごにね、急遽入れましたね。まあ大体ね、こういう虫かごに入れてからこっちのね、ベテランの方と一緒に住ませると、まあね、餌を食ってからですね、大体のね、話はね、餌を食ってからじゃないと話になりませんよ。ということで今回はこんな感じで終えたいと思います。なら、溢れるこの気持ち、腐られないから、あなたを求めているから、苦にまみえるこの体は捨ててしまいましょう。カビスプーン欲しい。